はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。KK でございます。じゃあ今日もノーマル統一やっていきたいと思います。さあ、オリーバちゃん帰ってまいりました。メガネをかけてね。メガネをかけて戻ってまいりました。HB 特化です。やっていきましょう。なるほどね。ゴースト2枠ね。で、天然持ちもいると、なるへそ。なる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 へそー。なる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 へそー。先発出してくるならなんだろう。わかんねえ。何出してくるんだかわかんねえ。ハピ出したいけど正直きついので。こっちもサーフ号でちょっとめんどくさいのか。ってなるとちょっと限られてくるんだよね、出すポケモンが。ムクホークで様子見するべきや、オリーバから入ります。で、オリーバできついのがわかんないので、ノココッチと、リキキリンちゃん入れときます。対戦よろしくお願いします。さあ、何ですか？サーフ号からやってまいりました。サーフ号ちゃん、大地に角打ちですか？それを教えてください。風船持ってる？持ってない。オリーバ。オリーバの大地。大地さん。特化で持ち物メガネです。サーフ号です。確定一発でした。HM ぶりなら。じゃあ行きます。大地の力ゴールドラッシュ、どうぞご自由に。一発は耐えます。で、 HM ぶりでしたら 109% から 129% なんで、 H ぶっぱで乱数一発 50%、 2分の1ですね。はい、余裕。 OK、 サーフ号突破。これクソデカ侍なんですよね。ハガレゴーストはちょっとノーマル統一ってかなり厳しい相手なんで、この子を突破できたのは非常にでかい。サザンドーラ。サザンドーラ来ました。サザンドーラが来ます。大地はもう打てなくなりました。でも残しておく価値はまだあると思うんで、引かないとね、悪巧み積まれたらクソめんどくさいんで、一旦ノココッチから入ります。オリーバーはまだね、使えそうな場面があるんで、ヘイラッシャーがいた場合だ。ヘイラッシャーいたっけ。ラスカ打ってきます。オッケーオッケー。よし、2発耐えるね。オッケー、2発受かるんで、ヘイラッシャーいるよね。ヘイラッシャーとかにリーフストーム打ちたいっていうのもあるんで、残しておくのは大丈夫。ってことで、ヘビにラミ打っていきましょう。ラスカ一発耐えるので、急所当たらなければ。オッケーオッケー。で、ヘビにラミで S は逆転したはずなので、真昼まで羽休み一回挟んでもいいかもしんないね。こぼれ種で回復もあるんで、羽休め打っていきます。さあ、ご自由に、どんどん羽を休めておいで。さあ、痺れて動けないクソデカ侍かましました。あとはこぼれ種の、HP 回復でしながら、頭突きで、真昼みかましていきます。まず1回目。ヒルヒル、シビシビ、ヒルシビ、ヒルヒルシビ、ヒルシビ。さあ、どうします。足元の草が消えましたが、十分回復できたので、ひたすら頭突いていきます。ヒルヒル、マヒマヒ、ヒルヒル、マヒマヒ、入れ替え、頭突き、ヒルヒル、貫通してきた。だが、しかし、羽休め打っていきます。ここは慎重に、マヒを狙っていきましょう。オッケー、いいねー。マヒマヒいいねー。マヒマヒパニック。よし。で、頭ついていきましょう。ほら、よし、サザンドラ突破。素晴らしい。いい働きだよ。さ
さあラスト1なんですが、ヘイラッシャいましたね。ほらいましたね、ヘイラッシャ絶対いると思った。ヘビにらみします。いると思ったんですけど、眠るのターンにオリーバに引くかで、リーフストーンぶち込めるのか。お、地震打ってきた。いいですね、攻撃してくるのは助かる。うまいことノコポッチでダメージ削って、もしかしたら、もしかしたらだよ、もしかしたら多分頭ついて終わる可能性もあるんですけど、それを貫通して眠るとか打ってきた場合、オリーバに入れ替えてリーフストームぶち込みます。お、貫通したね、ヘビーボンバー痛いね。ヘビーボン貫通は痛いね。さあひたすらひるませておいで。どこまでひるむかな。さあひるみますか、まあひりますか。ひるみました。食べ残しの回復があるからね、本当にちょっとずつのダメージだね。ちょっとずつちょっとずつダメージを与えていってますが、頑張りなさい、頑張りなさいのこっち。ひるみましたね。 OK、 素晴らしいスイートでございます。ほらほらかかってこいよ。さあもう一回いくよ。ひたひたすらひたすら頭突くよ。ウェーブタックル痛い。残念ながらここでノコこっちはおしまいでしたね。まあ大丈夫、ここまで削ってくれればハイパーボイスでいけるかな。ハイパーボイスでいけるかな。ちょっと待ってね、調べるわ。ハイパーボイスでいけるんだったらハイパーボイスでいきたいんですけど、リーフストームね外すんすよ。H25 に、確定2発 HD だった場合、乱数2発、結局2発で持っていけるので、ハイパーボイスでいきましょうか。ここは安定の技。はい、対戦 ありがとうございました。はい、では第2試合目始めていきたいと思います。パトラちゃん、パトラッシュから来るんでしょ。パトラッシュから来るんだったら、いやネズミはきついか。パトラッシュか、まひらせりゃダメだな。で瞑想積んでくるから特殊アタックじゃきついんだよね。だから物理から攻めていかないといけないって考えたら、これ無垢歩から入っていいんじゃない。で特殊アタッカー多いんでハピナス入れておきます。でこのままだと渓流がやばいんですよね。渓流が重たいので、渓流誰でやるよ。ネズミぶち込むか。いやネズミはつらいよな。ゴースト3枠はつらいよな。つらいけどあえて出すか、やめとこう。そういうなんかわけわかんないことして負けるのは嫌なので、いきます。対戦よろしくお願いします。さあやろうか、パトラちゃん来ると思ったよ。君しかいないと思ったよ。ブレバは嫌なんで、ハピナス投げて、ムクホのトンボからハピナス投げでいっか。はい、帰りまーす。いいダメージだ。で、特殊受けのハピナスちゃんを出していきますと。さあ、これで、殴られても大丈夫。殴ってくるか、普通に効きません。 D ガクッとは辛いけど効きませんと。でカラーのこっからが問題。ゴースト効かないのがサザンドラぐらいでしょう。まあ、サザンドラレービロッケーなんで、ここはシャドーボール打っていきます。
守ってきましたか。はいはいはい。シャドボが見えましたね。見せちゃったのでどうしましょうか。バトンタッチの可能性あるんですよね。バトンタッチの可能性あるんで、ここ捨ててこないっしょ。投げつけてみるわ。オッケー。よーし、よく読んだ。よく読んだよ、バトンタッチ。うまいよ、この動き。物理アタック、海流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 、ルルルル、海流、ルルル、火炎玉、ルルルルル。はい、神。ラムはやめてね。ラムちゃんやめてね。オッケー。気持ちいい。超気持ちいい。最高に気持ちいい。で、レッドビーム打っていきましょう。エアスラッシュ特殊だ。待て。それは、それは待て。ちょっと待ってね。D 下がってるから、引くの全然ありなんですよね。ネズミ行くわ。ネズミで、パトラ回遊でしょ？多分裏、ゴーストワークだと思うんですよ。特殊ゴーストワーク。多分サーフゴー。だと思うので、一旦それを誘います。一旦誘うわ。ここね、本当はお片付けしたいんですけど、エアスラ乱数だよな。羽ばたく神もいるから、ここは、エアスラ打たれたら負け。お片付けいきます。スカーフだ。スカーフだ。スカーフか。ちょっと待って、計算させて。海流さん飛ぶ？66.9 から 79.6。 飛行テラスタル切ったらいけるか。 OK、 ムックホークいきます。テラスタル切らなかったら、66から7割そうだ、無理だね。ここテラスタル切ってブレバで吹き飛ばします。まさかのスカーフ特殊海流でした。そうだよね、海流の S、 そうだよね、一家ネズミじゃ抜けねえもんな、普通だったら。そうだよな、スカーフだよね、スカーフ確定だね。オッケーオッケー。うちもスカーフなんで。あ、これ最速スカーフだったらまずいかな。これ最速スカーフだったら、いや大丈夫か、 S100 族だから大丈夫か。さあ、ブレーバーでテラスタの前で切ってくれたんで、超助かる。なんで切ったんかわかんないけど、助かる。そこのテラスタの切りは助かるんだけど、これでスカーフ向くホークってのがバレたんですよね。相手もスカーフなんで。バレちゃったんで、サーフ号がいたら飛んでくるんですよね、こう。ミミッキュかー。あー、ミミッキュかー。あー、ミミッキュかー。いや、もうこれブレバしかない。引けねえ、裏に引けねえ。サーフゴーだったら引こうかなって思ったけど、
さすがにミミッキュは引けねえよ。じゃれつく一発耐えなきゃいけねえ。剣舞？いや、それは悠長。いや、剣舞は耐える。剣舞影打ちは耐える。向く方向舐めるんじゃない。剣舞影打ちは耐える。向く方向舐めすぎ。ほらー。ムクホークおなめなめしすぎブレバドーン助かったー。それはおなめなめしすぎ。お疲れムクホーク。最後はハピちゃんにお任せ。相手はもうテラスタル海流で切ってるんでエスパータイプのままということで、ラスハピのシャドーボールで勝ちですね。さあ出てこいよパトラちゃん。瞑想覚えてんのかい君。でもその HP じゃさすがにきつくなあ。一回シャドーボールいきます。さあ一発は絶対に耐えるんで、この HP でも特殊耐久なめちゃいけない。でシャドーボール抜群なので、ぶち込んで勝ちと。さあ時間を稼がれてますが、関係ないです。 S もね結局相手の方が早いし、まあ技を確認したのかな。まあイチャモンとか覚えてないよね。やめてよイチャモンとか、その同じ技を2回連続使えないってやめてよ。そういうのはい余裕でラストのシャドーボール対戦。ありがとうございました。